んかすげえことになってんな。うわ、滝干上がってるのか。流れてるわ。滝ですね。弓張りの滝。20年前来た時はこの柵なかったんだけどな。弓張の滝と鎧の滝かな。これが鎧の滝だっけ。全裸さんが光の玉見たっていうのはここら辺なのかな。反対西からこっちに飛んできたっていう。オカルトハンター鈴木大輔さんのなんか男の人の咳払いを聞いたっちゅうのも確かこの辺だったよ。人なんか入れないもんな。Whoa.